ブルセラ症とは、ブルセラ属の細菌に感染して起こる、人獣共通感染症。日本においては、家畜伝染病予防法に基づく、家畜伝染病、感染症法における4類感染症に指定されている。診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出る。また、ブルースラ・アボルタス、B メラテンシス、B 種位、B カニスは感染症法における3種病原体である。 丸多熱とも呼ばれる。ブルセラ属細菌は国立感染症研究所病原体等安全管理規定においてレベル3に分類されている。動物への依存度が強い国や地域では依然として多発する。動物のブルセラ症対策が行き届いた結果、多くの工業国では人のブルセラ症も減少した。これは人のブルセラ症の発生が 保金動物の存在に依存していることを示している。ブルセラ属菌は敵国の兵士や住民に罹患させて能力を低下させる生物兵器としても研究、培養された。アメリカは1942年、ソ連は1978年に兵器化を実現した。2019年7から8月、中国内陸部の甘粛省蘭州市で、 動物用のブルセラ症ワクチン工場から滅菌が不十分な排気が流出したものの、風向きなどから大量の感染者は発生しないと同年12月に地元の衛生当局が発表した。しかし実際は周辺住民ら2万人余りに検査を実施し、うち3245人がブルセラ菌に感染していたことを2020年9月16日までに当局が発表した。 ブルセラは、グラム陰性の休憩に近い小寒菌で、胸膜、画法、弁毛を持たず、発育は非常に遅い。潜伏期間は2から3週間。そのため、通常の培養は少なくとも4週間は、経過観察の必要がある。脾臓、リンパ節などでの細胞内増殖をする。埃の中では6週間、土や水の中では10週間生存する。家畜との接触。 汚染乳製品の摂取を通じて人に感染する。1887年、クリミア戦争で丸多熱の原因病原体としてイギリス軍の軍医デビッド・ブルースによってマイケラコカス・メラテンシスが発見されたため、この名前がついた。100個以下の菌数でも感染するとされ、感染しやすく検査室感染も多い。 本菌の分離には血液もしくは血清が添加された培地を用いる。カタラーゼ陽性、ウレアーゼ陽性、ペプトン培地では、糖から酸を産生しない。人に感染を起こすのは、ブルースラ・アボルタス、B メラテンシス、B 種イ、B カニスの4種類とされていたが、近年の研究では、B ピニピーディリス、B セティでも感染するとされている。牛においては、 ブルースラー・アボルタズの感染が、妊娠6から8ヶ月での流産の原因となる。日本では家畜におけるブルセラ症は1970年代に、ほぼ撲滅されたが、現在でも犬のブルースラカニス感染が見られる。人に感染すると発熱、発寒、頭痛、肺部痛、体力消耗というような症状を起こす。重症化すれば、脳炎。 髄膜炎などの中枢神経の炎症や、心内膜炎、骨髄炎を起こすこともある。テトラサイクリニや、ストレプトマイシンなどに感受性を示すが、細胞内規制を持つため体内の菌の撲滅は難しく、再発する。なお、家畜においては、家畜伝染病予防法に基づいて治療を行わず殺処分する。現在家畜のみ、生態輸入については、 厳しい検疫制度により、感染家畜を輸入されないよう水際で監視され、罹患家畜は殺処分されている。犬猫ペットについては十分な検疫はされないので、外観で感染が判断できないため感染権を輸入してしまう場合もある。ブルース・ラカニスによるイノブルセラ症は、日本に定着したと考えられ犬のに5が、すでにキャリアである。 山口県による2005年の報告によれば、48県体中1県体で抗体を検出した。世界的に分布。地中海地域、西アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、南アメリカ、ペルシア湾域、インドなど。ブルセラ症の感染経路としては、種として3つある。細菌に汚染されたものを飲食する。細菌を吸い込む。 皮膚の傷や目の血膜などから細菌が侵入する。牛のブルセラ病は、産バラ子や台湾あるいは感染した子宮からの、おろが感染源で、病原体は、傾向的に摂取され、腸管より侵入する。外陰部、角膜、皮膚も感染経路となる。ブルセラ病は特に妊娠子宮指向性が高いため、子宮内で増殖して腹子に感染する。 ブルセラに感染してできた豚の肉が主あらゆる臓器に感染を起こし、全身症状。その症状に特異的なものはなく、症状は他の熱性疾患と類似している。摂氏40度程度の発熱は主に午後から夕方で、持続的、間欠的、または不規則な発熱、発汗、疲労、体重減少、うつ状態などの症状が見られる。リンパ節主張。 歓喜主題が見られる。ありがとうございます。